オーバーヒートしたバスオーバーヒートとは熱しすぎることまたその熱しすぎた状態を表す言葉である熱しすぎた結果動作不良を起こした場合をオーバーヒートと呼ぶことが多い機械の中には熱機関のように自分自身の動作により発熱するものがありそれ以外の装置でも構成部品が運動する際シビラ動抵抗により発熱が起こるその結果 部品に用いられている部材の適正温度を上回る可能性がある。これを回避するため、中には空冷、水冷、潤滑油等による冷却機構を持っているものがあるが、過負荷や冷却システムの能力不足、異常等により冷却が間に合わなくなった場合、適正温度を上回り、オーバーヒート状態に陥る。これは結果的にその機械の動作に支障をきたす。例えば、 エンジンであれば、性能低下に始まり、各部に一層の熱変形や潤滑切れが進み、ガスケット抜け、かじり、焼き付きを起こすほか、火災に至ることもある。また、重度のオーバーヒートで発生した物理的なダメージは、冷却後に冷却液や潤滑油を交換したとしても回復することはない。パソコン等のコンピュータにおいて、高クロック周波数での稼働などにもかかわらず相応の、 冷却ができていなかった場合など、内部の温度が高まり、ソフトウェアの異常動作や異常終了、最悪の場合 OS のハングアップや再起動を引き起こす場合がある。この現象は、俗に熱暴走と呼ばれることがある。銃や大砲のような火器においては、銃方針が運用上想定されている範囲を超えて、高温になった際に用いられる用語である。銃や大砲は、射撃に採取火薬を使うので、 ある程度の熱を発生させるものであるが、通常は射撃間隔を設定し、加熱を防止している。また、自動化器の場合、連続して射撃が行われるため、放針冷却システムを持っている。何らかの理由で、これが守られなかったりうまく機能しなかったりすると、加熱に至ることがある。加熱した重方針は、人が触れれば危険であることはもちろん、強度低下や熱膨張により、 射撃精度が下がり、さらに内部の摩耗が速くなる。そして最悪の場合は、方針内で砲弾が爆発する後発や、自動火器の場合射撃が止まらなくなる、コックオフを起こすこともある。後発は直ちに銃砲の使用不能を意味し、コックオフも弾の供給がある限りは、完全に壊れるまで止められないため、そうなる前に弾切れしない限りさらに加熱が進んで、結局二度と使えなくなる恐れがある。 エンジンの場合と同様重大な加熱で発生した物理的ダメージは回復不能に至ることもあり、こうなれば方針交換等の修理すら不可能になる。ありがとうございます。